人生っていうのは辛いことも多いです。楽しいことも多いけど辛いことも多いです。でこれはバドミントンやってる人もやってない人も、もう全部の人がそうなんですけど、ただ僕から言わせてもらうと、バドミントンさえ頑張れないジュニア選手は何やっても頑張れないって思うんですよね。でこれが最初からとりあえず部活に入っておかないといけないから、じゃあバドミントン部入ってみましたっていう人なら別にいいんだけど、部活にも入ってるし、例えばジュニアクラブとかで練習もしてる、そんなねジュニア選手はね、バドミントンでさえ死ぬ気で頑張れないやつは結局勉強も中途半端も将来も何やっても中途半端です。はい、これもうこれはもう自信持っています。これなんでかっていうと、結局自分の好きなことを頑張れないんなら自分の嫌いなことを頑張れるわけがないんですよね。で僕はっきり言って学校の勉強は基本的に嫌いでした。はい、てかその嫌いっていうか、学生時代はどうして学校の勉強をしなくちゃいけないのっていうのが全く理由がわからなくて、やっぱ自分の中で勉強する理由が見つけられなかったから、だからやっぱ勉強っていうことに対してあんまり興味が湧かなくて、ただ学生時代から正直言うとアフィリエイトとかで、まあちょいちょい小遣い稼ぎはしてました。はい、もうこれは高校時代からやってました。まあ本当に子供のお小遣い程度なんですけど、やってました。なんでそういう自分の興味があることを勉強するのは好きだったんだけど、でも、学校の勉強は嫌い。でも、バドミントンは好きだったんで、バドミントンは自分なりに結構頑張ってました。まあ、部活だったりとか、まあ、通常の練習が終わって、そこから社会人とかの練習に参加して、で、帰ってからさらに筋トレするとかっていうこともやってまして、もう結構ね、学生時代は、強豪校とかではなかったんですけど、自主練とかも含めると、まあ練習時間は結構多かったんじゃないかなっていう。基本的に僕トレーニングが好きだったんで、やっぱり結構きつい練習するのが好きだったんですよね。だからやっぱり自分の好きなことだから頑張ってきたし、バドミントンを一生懸命頑張ってきたから、まあ今でもこうやってその YouTube だったりとか、まあ今自分の、まあ授業だったりとか、まああと、まあそのインターネット関係の勉強とか、ビジネスの勉強とかっていうのを、本当に自分が興味があることは一生懸命頑張れてます。はい。な感じなんで、本当にね、やっぱりね、せっかくバドミントンを好きでやってるんなら、好きなことぐらいは死ぬ気で頑張るっていうことも大事だし、その好きなことを死ぬ気で頑張った先に身につくものってすごく多いんで、これは本当にバドミントンを本当死ぬ気で頑張って、まあ、もちろん練習環境とか、まあ、その人のセンスっていうものがあるから、まあ、本当に死ぬ気で頑張って成果が報われるかって言われたら、それは、わからないけど、でも、バドミントンの成果じゃなくて、物事を継続してする、やっぱ集中力とか、継続力っていうものが身につくんで、だからバドミントンを死ぬ気で頑張って身につくものってすごく多いんですよ。だからほんとこれもう、今日ね、もう何回も言うけど、ジュニア選手はとりあえず、その日その日を一生懸命死ぬ気で頑張るっていう。その日その日の練習で、あ、自分すげえ今日頑張ったなっていう練習を毎日繰り返す。もうこれ以上練習できないっていうぐらい、毎日の練習を本当死ぬ気でもうやっていく、言われてするんじゃなくて、自分から率先して、そうやって練習で、自分を追い込んでいくっていう、まあ、こういう練習をしていってほしいなと。で、こういう練習を自分からしていると、結局、バドミントンじゃなくても、本当に他のことでも、何でも頑張れますから。はい。な感じです。まあちょっと今日はね、真面目な感じで言ったんですけど、本当にこれはもう、身近なジュニア選手にも言いたいし、身近じゃないジュニア選手にも言いたいし、まあ将来的にね、バドミントンをずっと大人になっても、まあ、続けていく人の方が少ないけど、でもやっぱり学生時代に、自分の好きなことを一生懸命頑張るっていうのは、やっぱり自分にとってね、財産になるんで、一日一日というよりは、まあ本当にもうその瞬間瞬間の時間っていうのを大事にしてほしいなと思ってます。はい。こんな感じです。解散。